ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくり霊夢です。さあ、クイズを始めましょう。クイズゲームなんだね。この四字ギガ四字くんの漢字クイズはただのクイズゲームではありません。お題の文字を作るゲームなんです。試しに遊んでみましょう。あれ、文字は？この画面をフル活用して作るんです。一旦画面を見てください。もしかして四文字に変換するの？その通りです。そのまま文字として使うこともありますが、基本的には一工夫必要です。例えば霊夢さんはこの問題の答えは何だと思いますか？一石二鳥だよね。はい、そして石と鳥がありますね。しかしパネルをあと二つ使わなければなりません。鳥を二個置くのかな。でも石は一個だしな。それでは鳥を二個置いてみましょう。あ、一があった。あれ、どうやらこれではないようですね。ちなみにパネルを4個はめた時に光ったパネルは正解です。じゃあ右から2番目が違うんだね。2の部分ですね。下の足し算の部分、まさか。2ができた。おめでとうございます。これはかなり頭を使うね。そのためにヒント機能があります。左上の四字くんを消費してヒントを見れます。反転は画面右下の矢印のアイコンで行えます。他のアイコンはパネルを捨てる、コピーをするパネルとなっています。右上のパネルは歯車が設定、家がモード選択、画面に戻る、矢印が一つ戻るです。他にはどんなモードがあるの？基礎問題より難易度が高い応用問題。制限されたパネルを使ってできるだけたくさん四字熟語を作る生存戦略。ランダムでお題が出る手当たり次第、自由にパネルを使って四字熟語を作る自由研究があります。そのモードの動画はないの？応用問題はクイズゲームという性質上見せない方が良いと思いました。その他のモードはお見せできないほどフルボッコにされました。なるほど。あとこのゲームはモードをクリアすると証書がもらえます。おお、これは嬉しい。それじゃ総評に行きましょうか。素晴らしい発想のクイズゲーム。答えが分かった時スッキリする独特な感覚を味わえます。いろいろなモードがあるのも嬉しいね。今回はここまでです。また会いましょう。バイバイ。